どうしよう。こんにちは。こんにちは。あれ、あなた誰？今シャンクスです。50分あるっすよ。50分。50分マジ？いや、え、だって全然見た目変わってるから。ああ、いや、今日はあれ就職活動で。就職活動？はい。はい、ああ、釣り人辞めるんだ。ちょっと真面目に働かないと。まだね、みんなの加入度ほぼ見てないんだよな。月は悪いことしないの？悪いことしたい。あ、そうなんだ。したいな。どこ所属してるんだ？うん、全然。あ、個人で悪いことしてる。イルマンって誰？どっか所属する気はないの？誰イルマンって？イルマンって誰？お酒持ってきたい。さすがにいいかな。取ってくるわ。はい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 、戻りましたよっと。ん？いや、所属ねしようかなって思ってるんやけどね。ああ。なんか最初に出てきた。なんかこれポンコツなのよ。何お団子頭みたいな。ポンコツ？誰だろう。ポンコツすぎてね。ああ。こっから始まったんかな、ポンコツっていう言葉は。ポンコツギャングみたいなの探してんねんけど、なんかなさそうなんだよな。もう少しでできるらしいぞ、そういうの。え、マジ？ああ。え、ガチ？ああ、ガチ。それまで待った方がいいかな。できたら教えてくんない？そこ。わかったわかった。あ、その前からあったんや。ちょ、俺さ、うん、ちょ、内緒にしといてほしいんやけど、うん、あ、警察で最弱の綾波霊って知ってる？うん、知ってる。俺あいつにガチでチェイス負けたん。結構純度高いな。このケッツンが今では。あ、喜んどったよね。ああ。どう？だから俺ガチでやばいんちょっと。でもこれスタートがそこやっけど。ヒノボールさん、サブスクリプト僕ありがとう。ポンコツなの？ありがとう。そうだ。嘘そうだ。ああ。大体ポンコツなやつそういうんだよ。めっちゃできるオーラ出てたやん。ポンコツなやつそういうんだよ、大体。やばい。どうしよう。兄貴信じれないな。ありがとうございます。じゃあそのポンコツできたら教えて、本当に。わかった。ポンコツだったのに信じられない。そうだよね。いや、マジで信じられん。わしじゃよ。あ、あなたですか？ああ、そうじゃ。本当？ちょっとお話いい？ああ、いいぞ。もうどうせさ、やるんだったら。まあ一番俺に合ってるところがいいやん。そうだな。と、え、だから、何、博士でいいの？あ、博士でいいぞ。あの頃は。だから博士ってどんな感じの作るんやろうと思って話聞きたいなと思った。ああ、わしの構想では、まあ、うん、まあ二つあってまだどっちか決めてないんじゃよ。うんうん。個人犯罪の集まりみたいな。みんなで協力しながら大型をやったり。半グレの集団で大型ってやばない？サムネも今からコンビニやりますわ。レオどうやって決められるとさ。え？カジノの右上やる。本当に今 YouTube 見てますよ。詰められてもいいじゃんってこと。別にいいじゃん。何も持ってなかったら何も奪えんじゃん。みんなどこでどうやって見てんの。ポンコツでもガンガン構えてるな。ああ、そうじゃ。ああ、普通にまあ自分で見てます。何も持ってないから何も奪えないじゃん。結構。ああ、なるほど。うわ。まあしっかり組を作るか半グレの組織かだけの違いであってポンコツなのは変わりないみたいな。ああ、それは変わりない。なるほどね。うん、だってなんかあれじゃろ、エース級のやつがたくさんいても、うん、な面白くないじゃろ。まあそれはね、俺もそうなんだよね、結局。こう誰かが失敗、なんか誰かがチョンボして失敗しても、うん、何してんねんって笑い合えるような感じがやっぱり。それが理想じゃんな。なるほどね。でなんかこうさ、やっぱりギャングって詰めるとか詰めないとかあるやん。うん、それもなんか俺ちょっと笑いのエッセンスが欲しかったりするんよ。うんうんうん。そういうのはどう？いや、いいと思うぞ。うん、もう気楽する。めちゃくちゃいいと思う。あ、そういう感じなんや。うん。だからそのなんかアンブレラでいてほしいみたいなことを詰めするとかそういうのはあんまないってことやんね。あんまないな。あ、しもしたことないじゃん。したことないって何なん？ああ、白市民よ。わし今まだ現役のマフィアじゃん。あ、そうなの？ああ、そうじゃよ。コメランすごいね。経験者なんやね、がっつり。ああ、その犯罪とかは経験してる。あ、じゃあ心強いね。アンブレラ抜けないでみたいな多い。わしだから。三本来たぞ。あったんだ。今誰の勧誘？兄貴。何分頃ですか？今こんなに。今ちょうど。丸ね。素晴らしい。組織になって。うますぎる。
いや、あるこの人懐かしいな。金子丸。この方であります。あれ。ああどうもどうも。やるかシャバシャバもいるやんけ。俺の推しの。申し訳ないですね。何でしょうか。なんかすることがないって聞いたんですけど。そうかわいい。すること今ちょっと暇っすね。あるかシャバシャバ。なんかいいバイクあるんですけど乗ってみます。この頃さ、まるさ、マジで起きた時から数秒で人質にされてたんだよね。起きた瞬間に後ろに人が立ってて、カチカチカチみたいな。サイドカーですけど。それぐらい一瞬だった。そこで連れてかれてたんだよ。いやー、でも本当に、あれですね、嬉しいですよ、俺は。何がですか？いやー、うちが新しく作る。ジャングに入ってくれるってことだから、はい、ありがたいですね。だってやることなかったんですよね。やることなかった。今の話じゃないんだそれ。ああそうなんですか。いや今いやそういつ僕署名したんだろう。いや契約書とか僕あそういうのはないです。僕コナンあるね。ないんだ。そういうのないですね。え僕入ってんのもう。いや本当だ入れたいなって。ああこれスカウトなんだ。あスカウトです。もう今の俺あげたルパンカーをね、もうあんなに使いこなしてあのドリフトで入ってくるとこ見たら、なるほどね、もう才能しかないなって思ってしまってなるほど、逃げの丸ってこと。逃げの丸なんで、なんであんなにドリフトできるのやべえよ、あれ毎日乗ってるわ、あの車にでこの間、うん、向かい行くよ。アンブレラっていうとこに入ってらっしゃる伊達崎を、伊達崎あの車で巻いたからだもん。だからどうよ、うちもう進行勢力としてはもうね、うん、強いんだ。プレースキルとしては最弱。どんなグループになるんですか。ちなみに、うん、みんなで頑張って犯罪を成功させてみよう。かわいい。いやそれはまだ続いてるもんな。そのえここでそそられちゃうが来るんですか。いやそそられちゃうじゃないか。本当だ、そそられちゃう。元祖じゃん。そそられちゃう。そこで来てんだ。刺激をもらえて。え待って、本当だ。今島2ぐらい持ってんの俺ら。刺激があって、実は丸が元祖だったんだこれ。しかも、ね、島2って話してる。珍味が今は2じゃないことね。死ぬぞ、今危なかったのに。やばくブレてた俺の体が。結構あったぞ。そういうギャングなのな。まあそういうギャングだよ。2だよね。どんまいどんまい。2タイだよ。まあ優しいな。軽い反省会みたいな。2っつったんだ。なるほど。ガッチガチにね、こう、まあ、でもみんなでそうやって努力していくのも楽しいと思うんだよ。そう、できなかったことができるようになる。まるそういうのまだないから、うん、羨ましいんだ正直。お前は正直才能があるからな。本当？え？だってそもそもとかじゃないんだみたいなとこあるからね。もう2位なんだ。だって悪いことしてもマジかで、そのめちゃくちゃ契機を終えたら説得してるな。反省したっていうことになるわけです。そっか、うん、じゃあいいんだ。うん、だから別に犯罪を犯さない。暑いなぁ、なんかさぁ、うん、そのなんか急に強いやつばっかり入れて強くなったみたいになるのじゃなくて、ちゃんと成長して2位になったの。反省すればいいんだ、ちゃんと。ちゃんと反省したらいい。うんね、なるほどな。暑い。そうだ、うん、そのためのプリズンだ。副音声がすぎるよな。差別してくれやつに言ってくれ。副音声がかかってる。ここに来てくれるんだ。本当に君いいギャングで。うん。どこなんだ。じゃあ入る。おおいらっしゃるよな、マジで。笑った。やっちまう。ストブラに感謝や。マジで天才を俺は取ってしまったな。ストブラありがとう。正直ポンコツ集団じゃ終わらないかもしれない。ポンコツ集団じゃ終わらないかもしれない。あつってあれだから。終わってないっすね。もう一回見ていい。やっちまう。なるほど。そのための刑務所でしょ、だって。そうだ、うん、そのためのプリズンだ。
そうだよ、それでなんか差別してくれやつがいたら俺に言ってくれ。早く泣けるの。分かった、ボコボコにしてくれるんだ。ボコボコにしてくれるよ。面白い。やばい、泣けてきた。泣き始めた、チンニーが。ちょっとあれだから。やばい、こっちに来てほしい。あれ、これ泣くところあるか、まだ。やばい、どうした、質問とか。あの、大丈夫。嘘、病院行きましょうよ、話より先に。本当に、いや、話してる、大丈夫だ。本当に、あのね、他のメンバー大丈夫だ。他のメンバーとか知らないからね。ああ、どんなメンバーがいるのか。どんなメンバーか、うん、足ボロボロだもん、普通というか。どうしよう。あと私、まるちゃん、あった、知り合いだった。ねえ、大丈夫。うん、特徴で姉妹が野生でいいのおもろいな。ちょっと話が、ね、確かに、ね、この頃俺個人でさ、やばい、姉妹のがなんか個人になりたいって言ってるっていう言ってて、誰かが話を伝えていて、結構ね、なんか個人グループが警戒されてたんだよ、大型やりたいっていうのがあるんで、当時あの入りたい方向で、でその上でちょっと質問あるっていう感じです。はいはいはい、で演じは、うん、その他のメンバーとかちょっとお話聞きたい。そう、お姉ちゃんからそう言ってるから。ジャンクスさん今しばらく見てないな、二人のこの格好。所属してるじゃないですか。うん、してるな。で私と演じもこの街来て結構あの半グレだと、酒飲ませて、ギャン、一部のギャングの人とかは、半グレも見たら、待って、セイが笑ってない、今の気に入らんですように。あ、そうなんですか。絶対今なら笑うのに。って言ってたわ。そうそう、で、なんかそのギャングしか、なんかその犯罪認めないみたいな、飲ませてくれ。感じの流れがあるから気をつけな、みたいな話とか。あと、バンさせて。ライアットゲームズからのプレゼントだけは。そういう感じになるのかなとか。ああ、それどうなんだろう。シャンクスさんも、その、うん、今のとこ抜けたら、うん、敵対関係とかになったり。関わるなって言われたら関わらないけど。ああ、なるほど。うん、なんかその、わざわざ敵になるようなことはしないかな。なるほど。うん。うん、ギャング同士も普通に会議めっちゃ警戒されてる。ああ、うん、いいな。まあ、それただそのお前らは別に仲良くしてもいいけど、大きな流れで例えば構想になる可能性はある。はいはい、あ、なんか、うん、なんだろうな、今後も仲良くしたいからどうのっていうわけじゃなくて、うん、急に狙われるのかとか、とかなんか他のギャングとかの人たちとどういう風に付き合っていったらいいとか、なんかあるのかなっていうのはちょっとわからなかった。まあそれ正直俺もあんまりわかんないんだけど、別にそのなんか敵対する感じにはならないと思うけど。わかりました。うん、特には、うん、特別ありがとうございます。普通にしてていいよ。はいはい、うん、じゃあもう。でもこの時さ、姉妹ってあれでしょ、 LWGP に誘われてたんだよね確か。え、そうなん。待機って言うの。お願いします。よし、なんか LWGP 誘われてたっていうか狙われてたらしいね。あの、あるぞ、山本さんも姉妹欲しかったらしい。もう全然動画昔聞いた、なんかそんな感じのこと聞いた気がする。どうしました。あの、もしかしてエアポッドで音楽聞いて俺の声聞こえてないかなって。あ、これね、動かなくなっちゃった。これ動かなくなっちゃった。これ、あ、はい、これ動かなくなった。AP におもろすぎでしょ。いやー、あなた初めて見たんですけど、どこから来て、いつから来られてるんですか。サガルートから来て、で、この前来たね。サガル、え、あのサガルート王国ですか。そう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 、みんななんか知ってるんだよね。あなた七騎士なんですか。そうそうそう、七騎士。なんチーはさ、どこで泣いてんのこれ。そう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 。どんぐりさんも泣きながら。どんぐりさんはあの第三騎士。第三騎士、あなたが第七騎士。なんでここで泣いてるの。いや、だから泣くところが分かんねえ。どんぐりさんはいつもなんかお前はもうもうちょっとしたら七騎士からどけるからっていうふうに言われてて。あ、もう解任前なんですか。そうだけど、その前に飛ばされたっていうか、その前にどんぐりさんが消えちゃって、はいはい、
どうしたんだろうと思ってて、でそこでだからなんかその倫理が止まっちゃってたのね。あ、倫理あるんですよ。そうだ、自分がなんかそのなんか消されるって言ったらいいのかわかんないけど、はいはい、七吉から消されるその倫理の申請がどんぐりさんのとこ止まってて、あー絶対どんぐりさん次第みたいなところ。そうそうそう、でもね、どんぐりさんだったら絶対やると思う。わかりました、ちょっとこれあの連絡先交換しとくんで、辞めさせられたりも辞めたくなったら、うちちょっと今度組織を立ち上げることになってるんで。あ、本当に？はい。いやもういいよ。あ、組織ね、どうせ消されるから。やべれ。これはもう坊ちゃんじゃね。来るうちに。坊ちゃん。もう全然あの本当に消される寸前っていうか。でもなんか格好が違う。車、これな、車じゃなくて、なんかもともと坊ちゃんのコスプレだったの、これ。これって車って言うんだっけ？多分。でなんか髪型がなんかいつの間にかなんかすげえなんかね。気持ち悪い感じになっちゃって、車って言うらしいから、この車がダメになっちゃって、いつもなんかヘルメットかぶってる。ハイル組だった。でもそういうレベルなんだけど、いいの？ああ、全然いいですよ。車両ピック必要だ。ありがとう。これで買ってちょっとやるね。なんかお金返せばいい、これ。いや、いらないですよ。本当に集め続けない。集め続ければいい。だってさ、いやもう無限でいい。無限でいいです。無限で、はい、OK、お願いします。じゃあ、とりあえず今日はちょっともうちょっとやって、明日無限にするわ。無限にしてください。おちきさんだってさ、永遠に。俺がずっと動画で見てた人だ。じゃあまた明日。分かった、また明日。その人と今、なんか友達みたいに喋れてるみたいな、今の現状が。何だったんだろう、あのヘルメット。ファンボーイやん。そう。運転がすごいことって。いや、これ夢みたいだ。笑えない。もう泣けすぎ。何も。木に吸い込まれて。何も笑え。中入ってくれ。お、チンニだ。チン来たね。すいません。失礼してもいいですか？どうする？入れるか？どうぞ。みんなのがちょっと早い。挨拶丸。あ、YouTube プレミアムに入ってくださいって言われちゃった。なんか意気込み聞いていい？意気込み？あ、なんか。なんじゃなしで。なし。意気込みない。意気込み、なんか。楽しめたらなって。楽しめたらな。あれ、なんか知らない人がいる。すごいね。え、どうだったん、客船は。客船今回回収1億1000万円です。すごい。ナイス。マジで忘れよ。逃げれたんだよ、マル。逃げれた。最強じゃねえか、マル。すごいね、おめでとう。まだいらない。マジで。やばいから。じゃあちょっと丸どうだった、一回あの作戦入ってみて、一緒に客船の中に入ったわけだけど。そうだな、みんな名前とかさ、スキルはいいことだしね。本当だ。分かりやすいし。ああ、まあありがとう。キル数がね。うん。AP はせいね、この時も一生モードなんだよ。なんだろうね、自分が逆にどこが良かったと思ってる。秘書モードっていうの、これ。え？秘書モードっていうの。勝手に秘書モードだと思ってるけど。チクチク強。まあ楽しめたなと思って。ああ、そうなんだ。なんていいチームなんだろう。みんながそう思ってるかどうかは話し次第かな。誰一人。自分から行こうかな。誰一人かけずに。いや、ごめん。誰一人かけずにはちょっとあれなんだけど。あ、え？なんていいチームなんだろう。この緊張の瞬間。俺じゃない。今の俺じゃない。え、なんで持ってたんですか。誰だこれ。なんで持ってたんですか。あ、いや、電話来たら、いや、電話来たらまずいなと思って今マナモードにした。なんかもうさ、あ、そういうのおかしくない。俺なんて中卒だしさ。中卒、友達もいなくて。言えよ。友達もいなくて。ちょっと待ってください。言えよ。先輩方に。なるほどね。なんか聞いてた伝説と違うよね。なんか。
あ、武器が強い武器だった。こんなに歓迎してくれてありがとうって感じやもん。ハンドガン絶対倒せよ。え、ハンドガンで2人でアサルトと2人同じですか。いや違うんすよ。いやちょっとボスがちょっと倒しすぎてて俺が入る隙がなかったもん。それは分かってほしいもん。あれなんか人のせいなのかな。なるほどね。と化石思考。化石思考。ボスがボスのせいで自分の見せ場が見せれなかったと。あなるほど。もうね。ボスがすごすぎてね。そうそうそう。化石思考ですと。あとなんか俺が入った時マジで車の運転反対のコメント1個もなかったのも嬉しかったな。おー、はい、ありがとう。クラフトのもう大丈夫です。あ、もう大丈夫。あー、なるほど、はい、そっか。じゃあ以上集計した結果、誠にね、今回はね、まあちょっとね、マイナスの意見しか出てない。言いづらいけど、言いづらいんだけど、チームのために言わないとね、これ。そうだよ。申し訳ない。入ってもらいます。やったー。この入ってもらいますにさ、どれだけのさ。ここですか、レオさんが。俺の人生に影響があったかっていう話だよ。おめでとう。おめでとう。いいぞ。おめでとう。よかったな。ごめんね。ちょっと見せましょう。ごめんね。怖かった。人生のところですか。よろしくね。よろしくお願いします。よろしくね。助けてみら。左から。左から見てって見てって。うわー、トラオとテルミだこれ。テルミじゃねえや。寝てるよ。ドラウト、ドラウトトラミだ。間違えてる。一回近づいてみ、一回近づいてみ。一瞬近づいてみ。はい、撮りました撮りました撮りました。もう馴染んでるもんな、この時には。スクープでーす。やっちゃった。この時にはもう馴染んでるもんな。やっちゃいましたね。あ、責任取ってしかもリポーターもおるやん。まあ、すいません。やっちゃいましたね、ちょっと。トラオという男がいながらどういうつもりですか。いえいえ、これは。ロボットに手出して。トラオさんに伝えるためのメガホンです。これどうなんですか、これは。トラオだけじゃないやん。これはどういうことですか。一言も喋らないやん。もう出来上がってるっすね。この頃には。そういうチームじゃない。何サブスクって。そういうのないんだよね。いや、もう今、もう大人見の。そういうチームというふうに刻まれてしまったね。まあでもそこに入るんですけどね。え？あ、そこに入るトラ。あ、入るトラか。ちょっといいトラか。まあまあ存続個人。たださ、ジョブがもったいないよね。やっぱメカニックとあれっていうのは。まあ確かにね。全員っていうのも一ジョブだよね。そうなんだよ。でもまあみんな。仲良くしてくれるでしょ。まあそうだね、全然そりゃそうよ。全員、うん、まあとトラオだな。トラオも面白いや。知ってるよ。知ってるよ。知ってるよ。何するつもりだ。ちょっと待って、もう無理これ、俺。え？俺ちょっと無理だわ、これ。なんで？面白いよ、トラオ。どういう無理なんすか？ボスのベッドだからね。今見れない、俺。今回はあれだよ。知ってるぞ、これ無理だ、俺。ずっと最初から。優勝する？みんないるときに。ちょっと無理かもしれない。トラもトラミも呼んで正式にやろうぜ。ほんまですか？ほんまに？なんで？え、入ってくれないの？トラミ。ん？なんで？入ってくれないの？入ってたよ。これ無理かも。入りたい。入りたい。ほんまに。前言ってたじゃん。うん、いや、そうやけどさ、でもほら、なんかこうまだ確定じゃないからって話しちゃったから。まあまあ一応みんなにはもう話はしてて。プレミアム来ちゃった。まあというわけで、まあ俺の専属医として正式に、あ、これ違う。違う違う違う。これ偽物。違うやつやん。え？違うやん。ちょっと無理だ俺。え？え？え？
もうトラオのこと忘れたとなか俺やってたわ、トラオの真似するやつ。あ、覚えてた、よかった。やばすぎるコメント。一番最初にギャングやろうよって話したよ。トラオだったんだよ。真にトラって書いたのやばい。トラオは別々の組織に入ってた。いろいろあって周り道もしたけど、まあ本人が本意か本意か分かんないけど、専属医という形で加入してもらえたらなって思ってます。自分もあの時は城安全城市民のメカニックで早く泣け。マジ頭テンパって俺何言ってるか分かんないんだよ。自分でも早く泣けや。本当に色が怖いってマジで言われてるやん。その中で友達でやっぱりトラブルだけが結構もうあいつの指一本ずつ折るわ。仲のいいというかずっと一緒に話ができる人で、その中でこうなんで組織に入ったりもしたけど抜けたりして、そうだよな。その時もやっぱりあの時誘ってくれたこととかはやっぱ覚えてたし、それを個人という形で誘ってもらえるのはすごく嬉しいです。はい。はい、お願いします。お願いします。お願いします。よろしくね。また一緒に話しに行くよね、カラオ君。俺、この時、衛生街なんだよな。なんで？伝説の衛生街。この時ね、あのちょっと、あれだったの、不老さんのアップデートがやばすぎて。まあ、だから、トラウマちょっと声高いの。入れましょう。お、雪バージョンだ。あ、でも、もしかして。うわ、冬だ。あれ？かけるさんなの？めっちゃ紛れるっすね。あ、そうなの？ね。やば。俺さ、タケイラもだ、俺スマブラハマってる時期あったの。スマブラハマってる時期あって、タケイラも好きだったのよ、結構、剣使いとして。うん、そう。でもめっちゃ嬉しかった、この時。え、タケイラ入んの？そう。実は、絡みあんの？いや、この中に記憶が。おい、出すな。いや、そう、マイケルの時も、じゃマイケルの時絡んでたのよ。そう、だから、それも含めて好きっていうことね。これは貫通なんだけど、普通に。ケルオの時絡んでたんだ。へぇ。俺スマブラ普通にやってて嬉しかったね。なんかえスマッシュログ TV じゃんと思って。進撃のトラブル衛星が。そう。スマッシュログ TV の竹浦さんじゃんって。竹浦さん。はい。今もう黒市民にはなってるんですよね。その黒はついてるんですよね。前科。いや。嬉しかったなこの時。あっきーの。いいんですか。大丈夫です。黒市民になっちゃうかもしれないけど。働いてる店に相談はして、もう行ってきますって覚悟のもと来てるんです。すげー。じゃあ、okay. いいっすね。あ、いいよ、キャリーでいいよ。乗せてください。え？背が降りたから。ほなーって。誰のバイクだ。あ、あ。うわ、これ俺やった気がする。待って、これ俺やった気がする。どうしたん、ちょっと待って、これ俺の気がするな。いや、もういつも通り。何が大バカ。おい、エリアタックなんだけど。これ俺だったな、確か。いや、でもいい感じに緊張を解けました。ありがとうございます。いや、そんなのやらかしするの当たり前なんで。もうガチガチだったね。ケラのカニはマジ重いんだよな。夏ねー、マシロさんや。ちょっと待って、マシロさんもさ、こうやって今までお世話になってさ、一緒のステージ立ったわけでしょ、5000人の前で。なんかストグラ本当にありがとう、ショボスケさん。見てる？ショボスケさん。本当にありがとう。もう本当に何でもする。見てはないよ。お疲れ様。タケさん、振りますよ。どうでした？ありがとうございます。いや、マジですごかったっすわ。本当ですか？先生じゃん。で、今はうちらができるのは、何でもします。すぐなんですよ、人数の関係上。なるほどなるほど。で、人を増やしてるような感じで今、はい、やっとこう
みんなうちが多分今一番目か2番目に新しい。でも発言にはリミットかけてねって言われた。ああそうなんですね。ええ、はいはい。で一番最初にもう7人採用して。はいはいはい。でそれから9人。うん。今フル。言われた処方さんに。激動の楽屋で、はい、ぐらいまで調査本当にいつも迷惑かけてごめんなさいって言ったらっていうふうに思ってるんですよね。本当にいつもちょっと変な発言して申し訳ないですって言ったら、その周りの組織が強いかどうかっていうのは置いといてかなり。チンピラ君好きだけど発言にはリミットかけてる。あの説明を受けたように誰に聞いても何か返ってくるような状況には。いやすごいですね。でかなり空気も良くて。言われたマジ。うんうんうん、まあ、他の組織がどうかわかんないですけど、はい、空気はかなり発言にはリミットかけた方がいいんじゃないかなって言ってた。そうですね、まあ、正直かなり、ええ、良いかなと思ってですね。ありがとうございます。いや、なんかちょっと偉そうで申し訳ないですけど。いや全然全然全然なるほど、まあ、ここから今から強くするっていうようなフェーズには入ってきて、地固めはかなりあの、まあ、成功してるのかなって思いまして。なるほど。で今あの私たちが探してた人材が、はい、結構落ち着きのある男性。落ち着きのある男性。あ、スキルとかじゃないんですか。あんまりスキル関係なくて、落ち着きのある男性をね、求めてたんだよね、うちのチームは。一応いいことだ。どこに行っちまったんだ、うちの落ち着きのある男性っていう感じなんですね。人材なんだろうな、一人もいない。落ち着きのある男性を一応求めてたのよ、うちは。マジで一人もいないですね。誰も一人もいない落ち着いてる男性。人材かなと思ったから、すぐ体験。カレー屋の横で声かけられましたからね。ああ、そうです。本当に、落ち着いてるわけだったのにね。聞いてたんですよね。ああ、そうなんですか。落ち着きある男性っていますかって聞いたら、竹浦さんっていうふうにリプ来てたんで。その時は僕まだ街に住んでないって言われたんですよ。あ、そうなの。ええー、じゃあココナちゃんも結構関係してんだ。まあ、時期が時期ですんで。あの船も一時期はギリ入ってるかもぐらい。竹田さん、ギリ入ってる、来てほしいなっていう。俺も感謝しよう、竹浦うちに誘って、もうなんか来てくれるようにしようと。ありがとう、ココナちゃんに感謝。崩れたけどね、竹浦の。竹浦来てくれてよかった。ミッションとか経験して、はい、あの他のメンバーに会ってからも全然いいですし。気づいたらさ、テディちゃんって。いや、でも正直、今回やらせていただいて、まあ、その雰囲気もそうだし、ええ、まあ、だって加入して数日後ぐらいに、あ、そうですね、あのこの辺がねかなり良いものを感じたので、芦田愛菜だよっていうのをさ、はい、着信音にしてたんだぞ。あいつ、やらせていただけると嬉しいです。じゃあそうですね、入れていただけると。ちょっと待っててもらっていいですか。はい。いや、さ、竹谷さんにさ、俺結構長いスパンでお正月明けてからこっからね、来てくださいぐらいの感じで言ったあの今話から無線にいます、もう結構入れてほしいみたいな感じで言ってんだけど。ごめん、これ竹原さん聞いてるわ。伝説すぎる。おじめえ、どうする。今聞き出して抜けてると思うんだよ。もうさぁ、ほんとにノーリミットだよな。火種ポイントがあんまいらないのよ。火種ポイント欲しいと思います。じゃあ、じゃあ入ってもらう形でいきまーす。入ってもらはい、なんでしょう。あの、入ってもらいます。あ、わかりました。よろしくお願いします。落ち着いた。なんかスムーズだよな。いや、聞いてわかるとき、うるさかったでしょ、さっき。それだけです。こんときだって、まあ、人が、誰が入ってるかわかんないもん。まあ、わかんないし、バランス感覚というかね。バランス感覚。いやでも実際こういうことだったらみんなそんな感じがある。ああ、そうなんですよ。そうなんですよ。いや、そう、竹浦が一番ぬるって入った、マジで。ほら、落ち着いてないでしょ。来た感じだ。あったー、いらっしゃいませー。お来た。うわー、もうフナが入ってくれたのは本当にでかいよ。お話があるんですけど。来たー、柱。
透かしてるわ、服が。いろいろ考えたんですけど、ええ、フナマジで入ってくれて嬉しいな。今思う、あれや、今思えば、今思えばっていうか、今思えば思うほど、いやいや、これ私も答えたら嬉しいな。これ、これカレーのくだり、これ、そう、俺カレー屋かギャングかみたいな悩んでるみたいなくだりがあってそうなの決めました。え、違う、そう、カレー屋か警察かギャングかみたいな、うん、させてほしいです。まずおー、いいですよ。ノーリミットというチームにとても惹かれました。本当ですか。はい、了解です。やべ、みんなに会いたくなってきた。お願いします。おいおい来た、ズンボクさん来た来た、伝説のメンバー来た。同期なんだよな。私ちょっとあの体験、いろいろ体験とかしてたんですけれども、来た、まだ仮採用だからね。ちょっとそこが、ちょっとできいら、マジでたまに来てくれ、来てくれ、本当にこのまま行くとちょっと私なんかそこに所属する形になっちゃいそうだなと思って。あ、なるほどね。で、一回辞めてきたんですよ、今そこ。はいはいはいそう、辞めてきて、熱意すごしてくれないかなと思いまして。熱意すご今、自己 PR タイムです。なるほど。全然いいっしょ。はい、ズンさんだって、激動も一緒に出たかったぐらいだよ、本当に。俺はもうノーリミットメンバーでしかないと思ってるよ、ズンさん。体験させていただいて、もしよろしければっていう形で、はい。とりあえず、じゃあ明日から、いいですかね。あ、もちろんです、もちろんです。人が少ないんで。なるほどなるほど、わかりました。いつでも酔ってる、酔ってる、めちゃくちゃ。お願いします。はい、すいません、失礼します。おーい、すいません。この頃、コンパイとめっちゃ行動してたな。はい、もしこっち船着き場来ないとかなれば、船を浜辺に連れてったりして、ヘリで。うわ、船とテキーラさんが同じタイミングだったんだ。結構本日から体験に入りました。体験、体験とかあるの。あ、警察じゃなかった。ちょっと行こう。すいません、思っちゃった。同期か。いや、ズンさんは俺は本当に好きだよ。で、あの砂浜には出たかった。客船の後ろにはズンさんが途中で出てきても何ももう嬉しかったよ。あの倒れたら個人通知出してもらって、はい、お願いします。出てきてくんねえかな。そうなんです、個人体験、個人です。よろしくお願いします。個人を体験したいと思います。体験ってことで。こんなに複数人で体験できる。楽しかった、マジで。何もわからんかった。何もわからんかった。なんでふざけてたまに起きてきてほしい、ズンさんは。マイナス。マイナス、もう忘れてる。マイナス。なんだろう、なんかこれちょっとね、遊んでるんですよね。この人は。この赤い人はマイナスだぞ。あー、マイナスだぞ。懐くね、ユフィ。スクープ、マイナス点。麦わら。あんたされる、マツコ。あー、ごめん、ごめん。ユフィ。じゃあ、とりあえず、ジンバクさんから。はい。今、組織として動く上で、はい、個人通知ってかなり重要な、はい、まあ、選挙を分ける情報だから、ここで通知出てますみたいな感じで言ってくれてたけど、はい、これ仲間かも向かってくれぐらいの感じで言ってもらえると、はい、うん、大変ありがたかったです。ただ、はい、まあ、これこういう部分って多分慣れだと思うので、どんどんこういろいろ教わったりとかして、うん、やってもらえればなと思います。なのでとりあえず仮採用させていただきます。ありがとうございます。これ、例のキャンプロに所属になった次の日っすね、これ。で、船。あ、そうなん。はい。はい。これのトーンが。してもらいました。ありがとうございます。なので、この帽子をお参りあげる。あー、伝説のシーン。うわこれすげえわ。熱い、これ。うわー、熱い。すげー。熱い。すごい、すごい。熱い。リミットの柱に、これはなる。こん時から柱っつってんだ。じゃあ、とりあえず。あ、いい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 。
意識高橋らの。プレゼンの2人、本採用までよろしくお願いします。よろしくお願いします。熱いなぁ。通話されてる時か。通話かかってきた。通話して。うん、このタイミングで通話はない。ちょっとあれじゃないこのタイミングじゃない。やっぱり帽子返してる。ちょっと俺なら出れないタイミングじゃ。あえてね。あれ？授業教育なってないんじゃないの？電話出るんじゃねえ。インパイセンターでやるのいいなぁ。マル様、しっかりさせてくださいよ、こいつも。バカだ！うわ、やばい、もうちょっとで終わっちゃうじゃん。ちょっと待って、最後何？レオか。レオの体験の枠、尺、長っ。レオの体験の尺長っ。というわけで、あの仮採用だけど、まあ限りなく本採用に近い感じなんで、バルレーダーリアで、あの一緒に頑張っていってください。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。あ、尺採用の尺採用来たー。おはようございます。レオ、お疲れ様です。はい、すまない、いろいろ待たして。いえいえいえ、3月ぐらいにライブできたらいいなと。いや、レオ入れたのもすごくねえか。今何してんのお前。何してんのお前。だってレオとかそんなに多分ボスも知らないのに、ちょっと喋っただけで誘ってみるみたいな。猫カフェにはすごいよな。させてもらいまして。あ、そう。いや、マジですごいね。そう、見る目がすごい。レオなんて多分ボス全然喋ってないのに。ありがとうございます。なんか足りないなと思ったわけ。綺麗す、はい、ちょっと綺麗すぎるかなみたいな。すごいよ、ね、あ、逆に、うん、おもろいしな。でも作詞作曲をこうどんどん上げてる際、一番すごいなって思った。レオ誘ったの。うん、悪いことをしていけば、ちょっとしか喋ってないんだよ。はぁ、あ、はぁ、すごすぎでしょ。そうそう、いる深みが出るんじゃないのかな。あぁ裏話だけどさ、うん、まあなんかこう黒いレオの勘になってさ、割とこう白い人とあまり関わりを持てなくなる。レオを入れるかどうかみたいな話になった時も。別にそんなことないよ。あの、六本の方で話して。うわぁ、ちょっとなんか体験とかしてみるか。あの、新人のレオを見るじゃん。プレデターらしいよっつってみんながざわついてた。こんにちは。だってレオのこと俺知らなすぎてちょっと。プレデターとか言って。あ、ケッツン太郎です。お願いします。おい、知らないやつ来たぞみたいな。え、出てたもんね。おいおいおい、まあ、本当にボスこいつ大丈夫なんすかみたいな感じで。街でも魂でも関わりがある。俺はもう挑んでた。全然いなかったっすからね。じゃ、本当にイケメンだな、レオの方が。なんか優しそう。本当にこいつのこと分かってるんすかみたいな気持ちで俺は体験してたの。このくだり好き。そうなんだ。冗談や。あんな疑うことなんて何もないんだなと。柱が必要でしょ。そうかもしれないです。なんか字面も似てないちょっと。このキャラかぶりマジで最高だったの。増えなくな一人ですからね。今一個も合ってないからね。ちなみに、ちなみに俺は鼻につかない。あ、つかないな。つかない、つかない。たまにつ。増えた。俺どっちかわかんない。それさ、レオのことすあのうわサッカーやりて、俺らがサッカーを楽しんでんだよ。レオの体型のこと忘れて、俺らただサッカー楽しんでた。俺心臓バクバクですからね。多分みんなレオのこと忘れて普通にサッカーやってる。サリサイを忘れて多分ただのサッカー友達と思って遊んで。体験初日だからね。誰も取れないんだよねこれも。もうこうやったら無理なんだよ。任せろ俺に。レオが入ってこないもん、逆に。
これやばいマジで。うわこれマジでやばかったな。ここいい光だね。もういいね。うわこれあれじゃん。これマジでやばかった。覚えてない。じゃあ1、2曲ぐらい食べる。え覚えてないというか俺いなくね。はい、いきます。分かったなこれ。緊張。ゲヒドとどっちが緊張した。えこの時かも。5人ぐらいしかいない。歩き疲れちゃったのかな。立ち上がれない、そんな気分。甘やかされてきたこと、知らないふりをしていた。甘えていた自分に本当は気づいていた。もう一度もう一度。この時ゼニガタも隠れて気がついてるんだよね。ちょっと待って、泣けない、泣けなくなってきた、急に。この時ゼニガタも隠れて聞いてた。みんな聞きに来てた。泣けなくなってきた。ナルさんとかいたもん。だね。ゼニガタもめっちゃパンポなんだ。オレンジの空が沈んでゆく。登らない太陽、止まることもない。少しずつ。少しずつ少しずつ沈んで。これやばいよ。やばいっすね。これ聞いた後みんな俺ら犯罪もやめようぜって。レオに会えてよかったよ。ありがとうございます。うまーい。なんかこの曲すげー良すぎる。What the fuck になるもんだ。すげえ。まさかこんな形で死んでもらうことになるぞ。すげえ。笑われた。いつ牛とかは出てくるの？え？ラクモって言ってた。ラクさんいじんなよマジで。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、すいません。すいません。レベルが高すぎる。言われてんの。コメント欄で嬉しいできたよ。嬉しいできたよ。本当にできたよ。俺何も言ってないもん。すいません。来た会場レストラン。じゃあバカじゃの推しカフェも30で。ここね。え、なんか最近バカじゃ見ないかも。チェンマヤの推しカフェも30で。いるバカじゃ。今そんなくらいのあるのは。マルさんもいるけどね。参加マルいたね。マルいらないです。あ、いらない。いるか。じゃあ佐藤の仕掛けを40にして昨日もいた。合計100にしてください。ありがとう。あのヒロシーの10個っていうの、うん、あいらないです。ないか。あ、じゃあ昨日のヒロシのパフェ。普段はヒロシのパフェ。あ、大丈夫です。あと40個くれた。あ、そう。竹浦はあ、いらないです。これスナックいいよ、スナックいいよ。僕が行きますね。待てよ、待てよ。あ、いらないです。あ、女の子だよ。あ、いらないです。レオの合格が決まった。なんでここなんだ。うわ、ここでもう合格の流れになってるじゃん。いやもう俺これできんならもうレオ絶対にもう合格にしてほしいと思ってたもん。合格の流れ。まあ、バカがちょっと悪いな、これはな。この振りが丁寧すぎたんで。いや、振りも良かったです。バカじゃがこれ言わせてるのかな。バカじゃマジすごいよね、ここでちゃんと全員。すごい。ちゃんとね。綺麗に。ちゃんとレオに最後に行くのがマジで偉い。
じゃあ、ちょっとつけて。笑いが止まってねえんだ。すごいな。フナが全員に聞いてって言ったら。お邪魔します。ここがマジでヤバかったっす、俺的に。お疲れ様です。お疲れ様です。これボスに俺ら何も言ってないから、急いで着替えてる。もう。ですね。はい。この光景がもうずっと。実は我々のチームはですね。頭にこびりついてたっす。採用2段階ありまして、はい、仮採用の時にまあいろいろ使用期間的な感じでね、いろんな犯罪をしてもらって、はい、その後に本採用と至りますが、はい、今までまあいろいろコミュニケーション取らせてもらって、はい、この度とりあえず仮採用という運びになりました。ありがとうございます。これからまあ本採用に向けて、まあ、何個かいろいろやったりすることはあると思うけど、はい、親方の、ね、犯罪だったりとか、はい、小方の犯罪も含めて、はい、無事でよろしくお願いします。与えてもらえる形になりますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。やばい。ありがとうございます。よろしくお願いします。うわ、鳥肌立つわ。やったー、嬉しい、めっちゃ嬉しい、マジで嬉しかった。じゃあこれ全メンバーノーリミット加入シーンまとめじゃないよ、これ。全メンバー人生が変わったシーンまとめだよ、これ。タイトルちょっと違うけど、これ。ねえ。いや、マジでいいな。本当にいい動画。ありがとうございます、作っていただいて。本当ね。はぁ。確か一瞬だったのは見たら見たで。一瞬っすね。戻りたいよ。え？今は今の良さがある。今は今までいいんじゃないか。だって俺本当に皆さんが想像つかないぐらい引きこもって、うん、もう人生終わりくらいに思って惰性で生きてましたからね。うん。うん。うん、多分あんなね、うん、人前で歌うこともないって思っていたし、うん、こんなねたくさんの人にね見てもらうこともないと思っていたし、うん、もうこのまま周りに甘えて生きていくんだろうなってずっと思って男性で生きてたら拾ってもらえて、うん、黙れ。このタイミングで優勝見ると、黙れ。優勝見るとみんな、ええ優勝おめでとう。優勝だな。優勝だよ、正直。優勝ですね。うん。俺らが頑張った部分もあるんだよ、きっと。そやな。そうだよ。感謝しきれないっすよ、みんなに。そうやな。何なんだ、あいつは。